ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。では今日も質問に答えてもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは今日の質問です。どのようにして自信を持って発言するのかまでのプロセスを教えていただけないでしょうか。例えば前回ネットの本質は中抜きだという発言をされていたと思います。私の場合、著名な知識人がそのように言っていればそうだと自信を持って言えるのですが、自分の考えの結論を導き出した場合、結論として導き出した場合はという気がするという程度にしか自信を持つことができません。こうだと言えるまでにどのようなプロセスを経るのか、確信に至る境界などあるのか教えていただけないでしょうかという質問です。はい、今日も質問に答えていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。今日からゲストでですね、はい、はい、僕がプロデュースする、ソーシャルマッチングサービス、部活動、株式会社部活動で、はい、まあ、焼肉部というサービスを始めたんですけれども、はい、まあ、そちらの代表をしている七尾エレナさんが来ていただきました。よろしくお願いします。両手に花ですね、今日は。本当ですよ、24歳コンビですから。24歳、同じ24歳見えないね。見えるでしょうよ。見えないよ。見えるでしょうよ。見えないよ。全然大人っぽいでしょう。いや、全然、まあ、そうなるよね。全然大人っぽいでしょう。大人の色気。色気。じゃあ私は、あ、ほらうまい。ほらうまいわ。堀江さんとは違う。ほらうまい。はいはい。ホリエモンチャンネル。私はこう答えました。はい、何回か同じことを言っていてあまり、否定されなかった場合とか、まあ私の場合、自分で導き出した結論にはいつも自信を持ってしまうので、プロセスとか境界とかあんまり意識しません、というふうに思いました。まあ多分僕だって間違ってることありますからね、多分、だって仮説だから本当に成功するかどうか分かんないからね。でもそれね、堀江さんが自信持ってこうだって言ってても別にそれに反対してもいいわけじゃないですか。まあ、反対してもいいし、いやそうじゃなくて、自分がそれを自信を持って言ってる時に、そのどうしてこうだっていうふうに確信を持って言えるのかってことを聞いてるんですよ、この人は。批判されるのが怖いのかな。思い込みでしょ、こんなの。はっきり言って、だって別に間違ってる、たまに。みんな間違いますよ。これさ、この人さ、絶対間違えちゃいけないと思ってんだな。そう、間違えちゃいけない。自信を持ってこうだって言った後に間違ってた時に、そう、恐怖なんだと思う。批判されたりとか、間違ってる自分の恥ずかしさみたいなのが、あ、間違っちゃった、ごめんなさいみたいに言えばいいのに。テヘペロしとけばいいんだよ。テヘペロ、テヘペロ、どうぞテヘペロ。テヘペロ、もうだからこういう空気になるんだって。いいじゃないですか。私もやってみたい。いや、どうぞテヘペロ。あるよ、カメラある、カメラあるよ。どうテヘペロ。テヘペロできない。ペロってできない。何、かわいいできないけど。テヘペロ、テヘペロ、そう、テヘペロすればいいんですよ。いや本当にそうですよ。みんなでやってこ、僕もテヘペロしますよ。あ、じゃあ最後にテヘペロして終わりましょうか。キモいからやめよう。なんで、キモいからやめよう。カメラもあるって、うるさい。なんで、はい、今日は、はい、七尾さんが来ていただきまして、はい、その焼肉部のサービスの告知をしていただこうかなというふうに思ってまして、はいはい、どうぞ。実は、逆でした。堀江さんプロデュースで株式会社部活動を設立しまして、第1弾のサービス焼肉部がリリースいたしました。はい、はい、1月14日からリリース、グランドオープンをしてまして、で第1弾がですね、なんと美人時計さんとコラボをして美人焼肉イベントというのを開催しますので、ぜひぜひ。それはどういうイベントなんですか。はい、それはですね、アプリで、チケットが買えるんですけれども、はい、そのチケットを使っていただくと抽選で、はい、美人なモデルさんたちと一緒に焼肉が食べに行けるイベントに行けるという。マジか。はい、まあ、ぜひぜひ皆さん。すごいですね。それはちなみにいつ。それは2月1日に、2月1日予定なので。何人ぐらい来られるんですか。はい、26対26の。すごいね、でかい。大合コン大会みたいな。いいね、すごいね。はい、美人の方26人に一気に会えちゃう。で、アップストアと Google Play からこのアイコンが焼肉部と検索すると出てくるので、はい、ぜひぜひダウンロードお願いします。お願いします。ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。馬が登録はこちら、ホリエモンチャンネル。 YouTube チャンネルもよろしくね。